歌のプリンス様リピート。クルス長、そっか、よろしくな。かわいい。5月のアンラカッチャ。5月になりました。今日は年に一度の体育祭です。今日は頑張ろうね。この方は渋谷友近さん。クラスは違うけど、あ、クラス違うんや。寮で同室の友達です。今まで友達と呼べる人は皆無だった私ですが、ともちゃんは出会ったその日にお友達になってくれたのです。うん、あれ、ともちゃん体操着は？ああ、これ試合前の応援合戦の衣装。私ダンス担当でさ、カジュアルな格好でポンポン持って踊るのよ。そうなんだ、頑張ってね。任せて。それよりあんたは何に出るの？あ、私は走るの遅いから、うん、綱引きに、玉入れに、縄跳びに、翔ちゃんとするならって考えるな。翔ちゃんとするならやっぱり、でもこの中で一番好きなの綱引きやわ。あれに出るのか。まあ、あくまでも噂だし、本当かどうかはわからないけど、本マグロ引きずってトラック一周っていう謎の競技だったらしいよ。へー、なんだか美味しそうだね。そうね、そういう感想もなしじゃないわね。ま、頑張って。うん、隣いいか。はーい。こー、ちょっとさ、こんな白似合うとか知らんかったよ。白地にちょっと襟がピンクか赤か線入ってて、ちょっとパスフリーブみたいな。違うか。いやいやいや、なんかさ、動画に出てくるさ、お姫様みたいじゃない？運動神経の良いしゅうくんは体育祭をすごく楽しみにしていて、1週間前からずっと早く体育祭になんねえかなとつぶやいていました。マジで考えられんな。その体育祭本番である今日、しゅうくんはとても楽しいそうです。あ、はい、どうぞ。次ってトキアの番だったっけ？ああ、トキア。トキア様、めっちゃ友達みたいにやってた。あ、私が体育祭のプログラムを取り出してみると、翔くんも顔こらこら顔を近づけて私の手元を覗き込んだ。100m 持久走？なんで 100m なのに持久走なんだ？ポーちゃんはね、 100m が速いよ。下に説明が書いてあります。この競技は 100m のトラックをほふく前進で争います。各選手は競技前、口にウーロン茶を含み、ゴールまでそれを吹きこぼすことなく進んでください。なお、コース上には学園の用意した刺客が現れ、選手を笑わせます。無事、この試練に耐えてゴールしてください。と書いてあります。さすがはあのシャイニングが趣味で作った学校。体育祭とはいえ、油断できねえな。おい、本当にすごいです。楽しいです。そうですね。いや、楽しんでる僕のことが好きなんじゃない、少女は。マジで？あ、惹かれた。はい、さすが伝説のアイドルは考えることが違うなって感心しちゃいます。もう大概変わってるよな。ごめんなさい。くしゃみしてしまった。はい、ありがとうございます。いや、褒めてねえし。あれ、なんかめっちゃかん…そして 100m 持久走が始まりました。ほふく前進も去ることながら、皆さんウーロン茶を吹き出さずいることの方が大変そうで、次々と失格者が出ています。あ、王子。何？王子って呼ばれて何って言えるのすごいな。いや、そういう意味じゃなくてすごいな。あ、いえ、翔くんのこと翔くんの翔くんのことではなく、ほら、あそこトラック内に背の高い方がいるでしょ。あの方は作曲コースの特別講師の方で、女の子たちから、あー、王子こっち向いて。いや、手振ってもらっちゃった。あー、もう笑顔が素敵すぎる。作曲家の王子様と呼ばれていて人気があるんです。王子はどうやら資格として体育祭に参加されているようです。王子様ね、確かに女子にはモテそうだけど、王子ってほどか。いやー、翔ちゃん王子しかいないよ。王子はとってもかっこよくて素
敵な曲を作られるのですよ。それに王子は作詞もされていて、特にラブソングではすごく甘くて切ない歌詞を書かれるんです。いつか翔くんの歌も作ってくれるかもしれませんね。これはお前の作った曲の方。おお、ん、翔くん何か言いましたか。別に何も。翔くん、翔くん、あまり私を困らせないでください。翔くんも大きくなったらあの方のような素敵な王子様になるのでしょうか。楽しみです。なんか午後あれやな。いや俺の目指してる方向性そっちじゃねえんだけど。つうかお前もやっぱああいう男がいいのか。ああ、午後悪いとこしか出てない。はい、尊敬する作曲さんです。いつかあんなかっこいい曲が作れた。ああなるなと。授業もとても分かりやすいんですよ、うん。あごご、なんでもない。でも、そっか、尊敬する作曲家、ね、王子は歌い手さんをすごく意識していて大切にされる方なんです。常に歌い手さんのことを考えて曲を作られているんですよ。私もそんな風になりたいなって。翔くんが、翔くんの歌がより輝くようにいっぱい頑張っていい曲を作りますね。そっか。あのさ、俺お前の曲調とか好きだぜ。なんか和むっつうか。あれ、翔ちゃんもう僕のこと好き？ポップで弾ける感じがさマッチするっつうのかな。なんか体にすごく馴染むんだ。いいセンスしてるよなお前。そんな私なんか全然。謙遜すんな。俺が言ってんだから絶対だって。自信持てよ。ああ、ポンと翔くんが私の頭に手を置いてそのまま撫で回した。なんでだろう、翔くんにそう言ってもらうとすごく安心する。この人のためなら何でもしてあげたいと思う。頑張ります。翔くんと一緒にデビューしたい。デビューするなら翔くんと一緒がいいです。おう、絶対一緒にデビューしような。約束だ。翔くんがコンと私の拳をぶつける。はい、男に二言はないからな。この約束は命に変えても貫き通すぜ。はい、私もいっぱい頑張ります。そう言って私たちは顔を見合わせて笑い合った。うざっ、あごごうざっ。そしてグラウンドからも笑い声というかウーロン茶を吹き出した音が聞こえてきた。すげえなあの人。耳元でちょっとささやいただけでほとんどの女子生徒がウーロン茶吹き出したぞ。一体何を言ったんだが。あ、でもトキアには通じてないみたいだな。王子の技は女子生徒専用なんでしょうか。かもな。一時にも聞いてないみたいだし。一時くんですか。ああ、そっか。お前は知らないんだっけ。ああ、そっか。トキアと同室のやつでさ、 A クラスなんだけど、体育の授業でサッカーやった時に意気投合してさ、たまに昼休みとか一緒にグラウンドで遊んだりしてんだ。ボールになりて。結構いいやつだぜ。今度紹介してやるよ。ありがとうございます。なんかトキアと一時以外の生徒は全滅したみたいだな。お、本当だ。一ノ瀬さん頑張ってください。ははは、身は脱いでもすごいんよ。突然一ノ瀬さんと糸木くんの前に学園長先生が現れた。そして着ていたスーツを脱いだその姿はまさに圧巻。じゃじゃーん。その分厚く大きな胸板には日本男児とマジックで書かれていた。おお、おしゃれ時矢様。こんなの耐えられるやついねえよ。一ノ瀬さんと一時くんが同時にウーロン茶を吹き出した。ははは、二人とも失格です。まだまだ鍛え方が足りないです。それムッキムッキ。うわ、あれは反則だろう。かっこいいな、すごいな、男らしいですよね。好きなんかな、こういうの。腹
に日本男児って書いてあるしな。男らしいっちゃ男らしいかもしんないけど、かっこいいかどうかは別問題じゃね。そうかな、かっこいいと思うけど。マジ？お前すげえ趣味してんな。次はレンか。確か騎馬戦とか言ってたよな。よっしゃ、気合い入れて応援すっぞ。神宮寺さんは大将なんだそうです。乗馬には自信があるとおっしゃっていました。ジャジャ馬ほど調教のしがいがあるとかなんとかすごいですよね。それ多分別の意味じゃね。別？私が首をかしげると翔くんは私の肩にポンと手を置いて、いや、お前は知らなくていい、忘れてくれ。そう言って何かを噛みしめるようにコクコクうなずいていた。何なんだろう。ホラガイの音とともに競技が開始されてました。そしてそれぞれの陣地からパカランパカラン。なんだ何が起きた。あ、お馬さんです。しかもあんなにたくさん。ひずめの音を響かせて馬に乗った数十名の生徒たちがグラウンド中央に集結しました。校門から入ってこられたようですが、皆さん一体どこで馬に乗ったのでしょう。ああ、でもそういえば学園長先生が動物タレントを学内で飼っているという話を聞いたことがあるような。うわぁ、騎馬戦ってマジで馬なのか。つうか、あんなに一体どこから。ははは、ただの馬ではありません。古来より日本に生息していた、本当に戦国時代に活躍していたであろうお馬さんの末裔です。言われてみればそうですね。背も低いしサラブレッドさんではなさそうです。本当に合戦みたいですね。神宮寺さんの陣営に掲げてある旗は風林火山、もう一方は義ですか。はっはっは、川中島の合戦です。川中島の合戦、確か甲斐の武田信玄の北信濃攻略により圧迫を受けた武将たちが越後に逃れ、上杉謙信に救援を求めたことから1553年に信濃の川中島で信玄と謙信が対決。この地での合戦は1564年まで5度にわたり行われたとか。後世、信玄と謙信は好敵士として甲斐の虎越後の竜と称されたのです。今回は神宮寺さんが武田信玄、対戦相手が上杉謙信といったところでしょうか。お前詳しいな。翔くんが目を見開いて私をじっと見つめた。勉強は好きなんです。その一人でできるから。くら。そして翔くんは私の肩をガシッと掴み、お前、まさか、まさかとは思うか。今まで友達いなかったとか。はい、中学までは全然。翔くんは一瞬目頭を押さえ、それからまた私の肩をしっかり掴んだ。お前は俺の家来だけどさ、いや、だからこそ命令する。今日からお前は俺の友達だ。いいか、これからは一人じゃないからな。俺の友達ってことはレンやトキアも友達なんだぞ。だから、そのあんまし寂しいことは言うな。分かったか。やった、翔ちゃんと友達になった。ありがとうございます。嬉しいです。すごく、こんなに真剣に言われたことなんて今までなかったから嬉しくてちょっとだけ泣いてしまいそうだった。バカ、泣くな。え、はい、本当にありがとうございます。そう言って私は目頭に浮かんでいた涙を拭った。分かればいいんだよ、分かれば。ん？あ、ほら、レンの戦い始まったみたいだぜ。おお、勝負だぜ、いじりかまさと。今日こそ決着をつけようじゃないか。いや、似合いすぎる。戦はすかんが、攻められたからには戦わぬわけにもいくわ。来い、返り討ちにしてくれ。なんかレンのやつ完全に役に入り込んでないか。いじり川も意外にノリノリだし。やっぱりアイドルには演技力も必要ですし、日々鍛えられているんですね。そうか、なんかあいつらマジっぽいけど。つうか
普段とあんまり変わんねえような。普段から喧嘩されているんですか？神宮寺さんと、聖川様でしたっけ、あの上杉謙信役の方。なあ、お前も聞いたことあるだろ、聖川財閥ってでっかいグループ、そこの御曹司だよ。神宮寺財閥とはライバル関係にあるからなのか、蓮のやつすぐ突っかかってくんだよな。なるほど、宿命のライバルなんですね。川中島の合戦をモチーフに選んでしまったからなのか、結局この騎馬戦は勝負がつかないまま1時間が経過し、勝負は引き分けとなった。引き分けとはね。でも次は必ず俺が勝つ。いつでもかかってこい、返り討ちにしてやる。引き分けてもなおお二人の戦いは続いているようです。よし、次は俺様の番だな。何すんの翔ちゃん。翔くんが気合を入れた次の瞬間、お翔ちゃん、なんかこの間ぶりっていうか昨日ぶりっていうか一昨日ぶりか、土煙を上げながら誰かが翔くんを目指して走ってきた。夏希。翔くんは慌てて逃げようとしたけれど、その人は翔くんに追いつき力の限りギュッと抱きしめた。ほう、その方に抱きつかれた瞬間、翔くんの背骨から聞こえてはならない危険な音が聞こえたような気がした。翔ちゃん翔ちゃん、聞いたよ、翔ちゃんも障害物競争に出るんだって。僕も障害物競争なんだ。親友同士が戦うなんて悲しいね。悲しい。背の高い方に抱きしめられているので翔くんの足が浮いてきているのですが、抱きしめている本人は全く気づいていないようです。でもね、親友だからこそ戦わなくちゃいけないこともあるんだって、リンゴ先生がそう言ってた。だからね翔ちゃん、僕が相手でも手加減とかしなくていいからね、思いっきり全力でやっていいからね。ね、むしろお前が手加減しろ、今すぐこの手を離せ。翔くんは浮いてしまった足をバタバタと動かした。ああごめん。その人がパッと手を離すと、翔くんはストンと地面に降り立った。死ぬかと思った。このバカ力が思いっきり抱きしめやがって。大体同じ競技で競うからって俺様がお前相手に手加減すると思うか。むしろコテンパンにのしてやるから覚悟しろ。翔くんが拳を前に突き出してファイティングポーズを取った。そっか、そうだよね、翔ちゃん勝負ごとには厳しいもんね。うん、分かればよし。こちらの方は A クラスの篠宮夏希です。翔ちゃんとは寮で部屋が同じなんですよ。篠宮さんっていうんだ、すごく優しそうな人。すらっと背が高くてちょっと癖のあるミルクティー色の髪はふわふわ、メガネの奥の瞳は柔らかで優しい、全体的にとても温かな印象の人。私は本田午後です。翔くんの家来です。へえ、そうなんだ。僕も翔ちゃんの家来なんだよ、ね、翔ちゃん王子。翔ちゃん浮気？翔ちゃん。そう言って白宮さんがニコッと微笑んだ。なんとなく小バカにされているような気がするのは気のせいか。僕だけじゃなかったんや。翔か、そろそろ出番ですよ。いけねえ、おい行くぞ夏希。うん、翔ちゃんみんなと仲良しなんやろうな。翔くんなんだかんだ言ってもすごく楽しそう、同室だって言ってたし、きっと二人は仲良しなんだろうな。男の子の友情っていいな。しゃあそろそろ始めっか。あら全員位置につけ。ヒューガ先生がトラック内にやってきて銃の撃鉄を起こす。ゲッサットレディーGo! 銃声とともに選手たちが一斉に走り出した。障害物競争最初の難関は運転、腕の力だけで10メートルも進まなければならず、もし落ちたら下は泥のプール、深さは2メートルもあるらしく、一度落ちたら命の保証はできないとのこと。それゆえ皆さん必死で腕を動かしています。よっほっはっよいしょ。お二人は順調に腕を動かし、次々と他のクラスの人たちを引き離していきます。このまま行くと翔くんと篠宮さんの二人でトップを争いそう。
それから平均台を渡るのですが、燃え盛る火の輪が平均台をぐるっと囲っていて、すぐに渡り切らないと引火してしまうそうです。あちあち燃える、髪燃えるって、だー。翔くんがものすごいスピードで平均台を渡り切る一方の篠宮さんは、ここあったかいね。全く動じずゆっくり平均台を渡っていたにもかかわらず、二人が火の輪を潜り抜けたのは同時だった。その次の試練はパン食い競争ならぬカニ食い競争。息がよくピチピチしているカニが吊るされていて、これを口だけで取るんだけど、ハサミで唇を挟まれたりしてとっても危険そう。これ挟むな。わあ、かわいいな。かわいい。確かに見ようによってはカニもかわいいかも。篠宮さん、小動物がお好きなのかな。なんだか微笑ましいな。そして最後は落ちているメモを拾って、そこに書いてある特徴を持った人物と二人三脚でゴールしなければなりいけません。翔くんは一枚のメモに目を通すと一瞬眉を潜め、それから私の元へとやってきた。どうした、なんて書いてたの。来い、一緒にゴールするぞ。え、マジで。翔くんが腕を伸ばして私に手を差し伸べる。はい。翔くんの引いた紙にはなんて書かれていたんだろう。パートナーかな、それとも作曲か、後で聞いてみようと。翔くんは頭につけていた鉢巻きを外して、私の足と自分の足にをしっかり結んだ。おお、しみる。よし、行くぞ。準備はいいか。はい。翔くんがしっかりと私の肩を抱く。触れ合った肩は意外とがっちりしていて、ああ翔くんも男の子なんだなって思う。二人三脚で進んでいる時も翔くんは私のことを気にしてくれて、しっかりリードしてくれた。そして私たちがトラックへ出ると、よしよし、いい子ですね。ライオン、篠宮さんがライオン連れていた。私の声に驚いたのか、ライオンが急に暴れ出す。お前どっから何連れてきてんだよ。つうか何のメモを引いたんだ。びっくりした翔くんがすごい剣幕で篠宮さんを問い詰めた。え、何って、子猫ちゃんですよ。ほら可愛いでしょ。よしよし、どこをどう見ても子猫じゃねえだろ。お前の目は不死穴か。あ、篠宮さんとライオンを繋いでいた紐がプチッと切れ、ライオンが私たちへ飛びかかる。下がってろ。どういうこと。翔くんがとっさにライオンの前に立ちふさがり、私のことをかばってくれた。え、翔くん危ないよ。うるさい。お前は絶対俺が守る。だから心配すんな。翔くん、ちっちゃいとばかり思っていた背中がすごく大きくたくましく感じた。こんな。ライオンが牙をむき出しにして翔くんを威嚇する。翔ちゃん、そんなに殺気立っては。優しくいい子いい子してあげないと。できるか、んな優秀なことやってたら食われるっつーの。翔くんダメだよ、ライオン相手に素手でなんて勝てないよ。逃げて。うっさい。俺が逃げたらお前はどうなる。いいから黙って守らせろ。はい。ライオンが翔くんに襲いかかった。キャーと、その時。おお、どうしたロドリゲス、勝手にお部屋を出てきちゃダメでしょ。まったく悪い子でちゅね。んちょ、学園長先生がライオンを抑え込んでキスをした。するとライオンは枯れてきた猫みたいにおとなしくなり、学園長先生にスリスリとすり寄った。その子はロドリゲスちゃんって言うんですね。ミーのペット兼シャイニング事務所の動物タレントです。かわいいな。そう言って篠宮さんがロドリゲスに近づいた瞬間、ペチ、ロドリゲスが篠宮さんの顔に軽くパンチを放った。すると、あ、篠宮さんのメガネが外れて地面に落ちてしまう。篠宮さんの体から黒くて凶悪なオーラが立ち上る。空には暗雲が立ち込め、雷鳴が轟いた。
ライオンさえも怯えるくらいの異様な空気に学園全体が包まれた。篠宮さんの目、さっきまでと違う。この世の全てのものを憎んでいるかのような憎悪に満ちた瞳。さっきの穏やかな人とはまるで別人だった。篠宮さんが地面に拳を叩きつける。その瞬間、大地が震えた。グラウンドのあちこちにひびが入り、校舎を揺らす。なんだなんだ、どうしたんだ。いかん、このままでは地球ごと破壊されてしまう。はい。学園長先生が気合とともに眼鏡に飛びつき、光の速さで篠宮さんの顔にかけた。あれ、なんで地面が割れてるの。今だ、走るぞ。お、はい。でも篠宮さん、さっきのは一体。いいから来い。私たちは篠宮さんが放心している隙にいち早くゴールし、見事1位を勝ち取った。やっただ。さすがは俺の家来、よくやった。しょうちゃん、ちょっとせこくない？いいんかな？しょうくんが私をギュッと抱きしめて勝利を喜んだ。はい。多分特に意味はなくて、単純に嬉しくて抱きついただけなんだと思うけど、ちょっとドキドキしてしまう。あ、悪い。いや、悪くないんじゃない？しょうくんがパッと私の体から手を離した。その横側はほんの少しだけ赤く染まっているように見えた。いえ、傘。その時、しょうくんのジャージのポケットから一枚の紙切れが落ちた。そしてそこにはプリティーガールと書かれていた。もうかわいい。翔くん、これ。私が紙切れを差し出すと、翔くんは真っ赤になってそれをバシッと私の手から奪い取った。見たのか。見た。メモですか。プリティーガールと書かれてありましたよ。違うからな。別にお前のことが可愛いとかそういうことじゃないぞ。違う。ほら、ガールって女子のことだろ。だから女子なら誰でもよかったんだよ。お前を選んだのはたまたまだ、たまたま。そっか。勘違いすんなよな。何を。分かってねえならいいんだよ。それより早く手当てしないと。よく見ると、ああ、翔くんの腕から一筋の血が流れ出ていた。多分さっきライオンと戦った時にライオンの鋭い爪がかすったんだと思う。別にいい。こんなの舐めときゃ治る。何か手当てさせてください。ダメです。何これ、手当てさせてください。そのままになんてしておけません。手当てさせてください。お願いします。まあ、お前がそこまで言う。保健室は怪我をした人でいっぱいだったので、私と翔くんは教室へ戻ってきた。私は備え付けの救急箱から消毒薬と絆創膏を取り出し、翔くんの怪我の手当てをした。ちょっとしみるかも。ごめんなさい。大したことない。ちょっとしみただけだ。こんなことでいちいち謝んな。そうじゃなくて、さっき私がいなければ翔くんはライオンから逃げられたのに、私が足でまといなせいでこんな怪我を。こんなものはかすり傷だ。それよりよかったよ、お前が無事で。ポンと私の頭に手が置かれる。翔くんの手あったかい。ありがとう。だからその、お前がいないと曲ができないっつうか、お前は大切なパートナーっつうか、男は女を守るべきだし、体が勝手に動いてただけっていうか、それに家来を守るのは王子の務めだからな。だから気にすんな。いいな。逆じゃない？王子を守るのは家来の務めじゃない？気にする。そう言って翔くんがニカッと笑う。はい、なんて素敵な王子様だろう。これからも私はこの人の家来として一生懸命使えよう。そして一緒にデビューしよう。
体育祭が終わり、私たちは寮に向かって一緒に歩いていた。今日は楽しかったですね。皆さん大活躍でしたし、翔くんもとっても素敵でしたよ。私は運動が苦手なので羨ましいです。翔くんは昔から運動神経が良かったんですか？ああ。私が問いかけると、翔くんは短く答えて左胸を軽く押さえた。王子？なんとなく様子がおかしくて、どうしたのかなと思っていたら、ぽつりぽつり、雨？雨が降ってきた。そしてあっという間に土砂降りになってしまう。ほら突っ立ってないで、行くぞ。はい。翔くんの様子が少し気になったけど、それどころじゃなくって私たちは寮へと走った。じゃあまた明日。おい、翔くんと別れ、寮のすぐ近くまで来た時、あ、クップル、なんか名前決めれる。プリンスにしちゃおう。じゃあ翔くんが王子様だからプリンスとか、あ、不服ですか、プリンス薄ピアノ目。その単語を出したら子猫が少し寂しそうな顔をした。あ、でもさすがにそれは恥ずかしいか。なんでクップルかよ。やっぱすげえなお前、さすが俺の選んだ女だぜ。すげえ正解率だな、正直驚いた。俺お前と組めてよかったよ、マジでそう思うぜ。私の答案用紙を見た翔くんがにっこり微笑んでくれた。私も翔くんとパートナーになれて嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。さて結果50? 嘘やろ、相性悪いんかな。ワクワクバーカ、褒めてねえよ。おりゃおい、こんな甘いイベントあったのかよ。そう言って翔くんはツンと私の額を指差し指で人差し指でつっついた。あう、これ破傷風やって。破傷風菌に感染することで口が開けにくくなったり飲み込みにくくなったりする、神経の働きが悪くなる病気って書いてる。そしたらきっとすごく苦しいです。そんな思いしてほしくないから。ああ、もうそんな顔すんな。わかったよ、手当てでも何でもしてくれ。ちょっと待って待って、僕やっぱり自分で選択するのやめようかな。こんな翔ちゃんの可愛い顔をずっと見逃して12月まで行くのもったいない気がしてならないね。みんなもそう思わないかい？翔くんは少し困った顔をして顔を上がらめた。はい、100%。 どうしようかな、ちょっと考えるね。次回6月よろしくお願いします。